理解のない家族の対処法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は群馬県沼田市の老神温泉からお届けしています。今日は質問いただきました。まゆかさん、38歳女性、家族に心療内科での報告をすると、行くのやめたら意味ないよそんなの、誰でもいつもどこかしらどうかあるし落ち込むことだってあると言われます。どうすれば家族は精神疾患を理解してくれるのでしょうか。無職の上に居場所がなくて辛い毎日です。自分がメンタル疾患になって精神科や心療内科に通院しているというように、家族が非常に拒否的な反応を取るということは非常によくあることです。非常によくあるというか、ほぼ 100% あると言ってもいいんじゃないでしょうか。少なくともどっかのタイミングで非常にネガティブを取るということは、ほぼほぼ 100% あると言ってもいいと思いますね。むしろ最初から精神科になったということに対して受け入れて好意的に接する家族の方がものすごく少ないと思います。最終的にはそうなるかもしれないけども、最初から精神科の通院や治療に関してね、積極的であったり好意的であったり前向きに捉える家族というのは非常に少ないです。なぜかというと、そういうものだからです。そういう心理反応を取るのが人間の術だからです。必ずほとんどの人は否認という心理を取ります。否認とはどういうことかというと、自分の病気が認められないということですね。例えばあなたうつ病ですって言った時に、ほとんどの患者さんは私はうつ病ではないですって言います。でもどう見てもうつ病の症状が全部揃ってますよって言っても、私はうつ病じゃないですというふうに言います。これが否認ですね。なぜそういうふうに言ってしまうかというと、自分がうつ病だと認めるということは、今までやってきた自分の行動や考え方が、人生や生き方といったものが全部否定されてしまうからですね。今までやってきた、一生懸命頑張ってきた仕事を毎日残業しながら頑張ってきたのに、そのせいでうつ病になってしまったということを認めてしまうと、今まで自分がやってきた努力というのが全部馬鹿らしいほど無駄だったということを認めてしまうということになってしまう。だから人間というのは、そう簡単に自分の過去や自分のあまりよろしくなかった行動や生活習慣を自分自身認めて受け入れるということは、そう簡単ではないので否定してしまうんですね。それを否認の心理というふうに言います。家族も全く同じ心理を持っています。あなたが例えばメンタル疾患でね、通院してるメンタル疾患になりましたということをお話しした場合、自分の子供がメンタル疾患になってしまったということは、自分の育て方に問題があったのではなかろうか、自分が親としてやるべきことをやっていなかったせいでそうなったんじゃないだろうかっていうことを認めないといけないのですね。あるいはそういう不安というのが出てくるのですね。それを打ち消すために否認をするわけです。そんなメンタル疾患なんて大したことないんだから、そんなの別に通うほどのものではないんだから、そもそも医者の診断自体が間違ってんじゃねえの、病院なんて行かなくていいからっていうことを言うのは、あなたがメンタル疾患になったことを認めてしまうと、親の責任というか親としての存在意義というものが否定されてしまうので、あなたがメンタル疾患になったことを受け入れまいとする抵抗する心理というものが働くんです。これが否認というものです。ですから、この否認というものを知っているだけで楽になります。あなたのお母さんがあなたに心療内科なんか行かなくていいよっていうふうに言うのは、それは心理学的な否認なので、ああそういう状態なのねっていう、ただそれだけの話ですね。全ての人に認められると言っていいでしょう。いきなりそれをすぐに認める人っていうのは見たことがないですね、私は。じゃあどうしたらいいのって話になってきた時に、時間をかけて説明していくということが一つと、あなた本人が説明しても拉致が開かないので、一緒に病院に行って先生から説明してもらうと、非常に態度が変わるということがあります。私なんかの場合は、一度でいいから一緒に来てくださいと、そして患者さんのお父さんやお母さんに説明する、病状はこういうものですと。その時に重要なのは、それはあなたの育て方とかそういったものが関係しているというわけではなく、ご両親のせいでそうなったわけではありませんよっていうことを私だと説明します。そうするとさっき言ったような否認が外れやすいんです、ね。会所が忙しかったせいで、睡眠不足とかも重なったせいで調子悪くなったんじゃないですかねっていう形でお話しすると、受け入れてもらいやすいですね。なので、あなたが説明しても多分聞き耳が持たないと思うので、一緒に病院に行ってですね、説明を聞くっていうのがいいと思います。そんなに重たい状態ではありませんよっていうようなことを言ってもらったりね、安心する理由というか、そういう部分をいくつか主治医の先生から言ってもらえると、ご両親は意外と受け止めたり、さっき言った受け入れられる、受容と言いますけど、否認から受容に変わる一つの転換点というふうになります。で、大体受容に至るまでは半年から1年以上かかりますので、あなたが今心療内科に通院し始めてどのくらいかわからないけど、まだ 2,3 ヶ月しか経っていないとしたならば、家族がそういうネガティブな反応を取るのは実に当たり前のことですね。半年から1年あるいは数年ぐらい経ってくるとですね、ようやく受け入れられる状態になってくる、受け入れる心境になってくるということがあります。否認から受容に至るということがとても大切で、自分自身もそうです。患者さん本人もですね、病気に対する否定感っていうね、自分がなんでこんな病気になってしまったんだろう、なんで無理して働いてしまったんだろう、なんで早く病院に行かなかったんだろうっていう、自分自身を責めたりするような兆候が出てるっていうのは、これは否認の兆候ですから、自分が病
病気でないというふうに思ってる限り病気が治るはずがないんですね。それを拒否し拒絶し、極端な話言うとこんな薬はできれば飲みたくない、実際に飲んでない患者さんも多いけども、そういう状態で治るはずがないのでね。メンタル疾患を治すために必要なことは、自分自身が否認から受容に切り替わっていくということと、家族が否認から受容に切り替わっていくという、この2つが必要なんですね。この具体的な方法をまとめた本が、病気を治す感情コントロール術という本になります。今日言った話をものすごくさらに細かく噛み砕いて説明しているし、これを知っているだけでね、あ、病気ってこういう風に治るんだっていうの、そう簡単にトントン拍子には治らないんだってことが分かるはずなので、読むだけで非常に安心しますし、家族に対する対処法の部分も書かれているので、そういった部分を家族の人に読んでもらうだけで、先ほどの否認から受容へのプロセスっていうのは非常に釣りやすくなるかなと思いますので、メンタル疾患治療中の方、メンタル疾患の持つ家族の方に必ず読んでほしく、一冊として私の病気を治す感情コントロール術というのをお勧めしておりますね。否認とこの受容、これがね理解できると、ものすごくメンタル疾患は楽になるし、治りも早くなりますので、ぜひ今日の話参考にしていただけたらなと思います。